はい、こんにちは。今回はミュールから発売されているモデルガンデリンジャーですね、 US プロパティご紹介したいと思いますね。モデルガンですね、しっかりと、はい、単体紹介はね初めてですけれども、以前ワイルドセブンの時だったかな、ちょびっとねゲストでは出たことはあると思います。今日はじっくりね取説もね見ていきたいなと思っています。でさすがにね、デリンジャー一丁じゃね、寂しかろうと思ってね、まあ、よくデリンジャーと一緒に西部劇には登場するね、田中のね、これスチールジュピターなのモデルガンの方もねちょっと賑やかして並べてみました。さて今日の主役の、ミュールのデリンジャーなんですけれども、こういうね渋い箱に入っていきますね。はい、 US プロパティっていうのがねドキッとしますね。まあ、属性とかそういう意味ですよね。そういう用語があるんだと思ってね、私は初めてちょっと知りましたね。勉強不足でしたね。まああまり勉強する気もないんですけれどもね。で口径はね 10.41 インチで、リムファイヤーになってますね。ですから中央を叩くんじゃない、センターファイヤーじゃないですよね。そういう形のちゃんとそれを模したカートもついてきています。でこの箱にねこう渋くねこう収まってるわけですよ、これがね。あと付属品と一緒にね。デリンジャーはやっぱりねもう子供の時からねみんな持ってたデリンジャーっていう感じでね、我々子供の時は CMC ハドソン MGC から発売されてましたよね。やっぱ西部劇ごっこでは欠かせないアイテムですね。2発しか撃てないんですけれども、これをね子供のね、ポケットでもスッとね入っていけると、収めておけると。で西部劇を見るとね、例えばまあ賭博士がねベストのねポケットにピュッと入れてるような、それでパンとなんかねイカ様がバレそうになったら撃つとかね、そんな感じのまあ隠し銃っていう感じですよね。でしかもこのね、中の上下を打ち分ける構造っていうのが子供心にもね、まあ、気候学といったら大げさかもしれませんけれども、ちょっとね知的好奇心も満足してくれるというね楽しい銃でした。はい、で取説はですね、これがまたねちょっともうおじいさんにはきついよみたいなね、まあおじいさんってほどおじいさんだと思ってないんですけれどもね。はい、こういう感じで、渋い取説がついてきます。パッケージのグリーンとね、統一されててね、それはそれで雰囲気はいいですね。で空打ちはもう絶対許さんと書かれていますね。でダミー空打ち用のダミーカートへ変えて、ダミーカート用のですねスプリングに交換しなさいということですね。はい、そこまでも徹底して空打ちはするなということで、ちょっと空打ちはね今日はしないと思います。CMC の、樹脂版を、リメイクした、ハードコードのやつとかありますんでね、 ABS のやつとかね、あの辺あたりでね空打ちは楽しんじゃおうかなと思ってますね。そのうちご紹介できると思います。こんな感じですね。まあミュールさんはね、位置づけとして、まあ、どういう位置づけなんでしょうかね。メーカーさんと言ったらいいんですかね、それともなんか反社さんなのか私よくわからない。タニオコバとミュールのコラボとかね、何々とミュールさんのコラボっていうのは見たことあるんですけれどもね。じゃあちょっとカートの中身見てみましょう。発火用のカートですね。なんと3ピース構造です、この小さな筐体で。まず、頭これがね火薬を、ここがね発火させるところですね。それにねこうプラグが入ってますね。このプラグを入れてある理由っていうのが私はちょっとよくわからないんだけれども、こいつとこいつで密閉することでガスを逃がさずにビシュッとこうね銃口部から出すと。でここ自体が、あ違う、このピストンが押さなきゃならないからだな。でもそれだったらこれ加工して細いままでも良かったような気がするんですけどね。それだとなんか精度が出ないのかな。はい、まあとにかくこういう構造になってます。でケースですね。でここに火薬キャップ火薬をまず押し込んで、はい、おそらくこっちサイドで押し込むんですね。これだということで7ミリでしょうね。キャップを入れて、でこいつのこのプラグをねこっちにかぶせて、ここに乗せて、
結構怖いな、これキャップしっかり押し込んでないとここで発火しますね。ということでこういう風に持たない方がいいですね。こっち向きに持ってれば最低限ガスはこう抜けますからね。でこのフロントのプラグを前撃芯がブッと押して火薬パンっていう感じですね、はい、カート全体がグッと動くような感じなんでしょうね。かわいいけどよくできてますね。すごくなんか、でこのプラグで、ね、穴が細ければ細いほどね、もう皆さんご承知だと思いますけれども、ガスの流速は速くなりますからね、パーンというねガス抜けのいい音がするんでしょうね、はい、重工部もね雰囲気ありますね。やっぱりねボカっていう感じでね、いかにも2発撃ちますっていう感じでね、はい、こうするとね拡散波動砲みたいになりますけどね。ちなみにアンドロメダの拡散波動砲はね、松本零士氏がね水平2連のショットガンからね着想を得たということが本人が語っておりますということですね、はい、プリ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 ってこのぽってりしたねお尻周りがいいですよね。デリンジャーさんはね非常にね、私なんかねもうねこんなもう子供の時から馴染んでますからね、もうデリンジャーなんかうるさいですよね、はい、構造的なことは別にしてね、うるさいっていうのはただ好きなだけなんですけど、でこの木栗いいですよね。これ純正だったと思うんですけどね、プラグリが代わりに入ってないから多分このままついてきたのをつけたんだと思うんですけど、すんごく雰囲気のあるね、いい木栗ですね。で必要最小限のパーツ、トリガーですね。で、開けてみるとこのレバーをねこっち側に回して開けますね。ここが傷ついちゃうんですよね。まあしょうがないですね、これはもうモデルガンの宿命ですね。うわ硬っ、なんかすっごく心がなえるような硬さです。行きました行きました。おレバーをね反転させるとここに刻印が、あそうだ刻印お見せしなくちゃ、こうですね、トンピンと合ってますかね、こういう刻印がしっかり入っています。他にもどっか今のところ以外にあるのかな、お尻の方にはどうだ、あここにもありますね。こんな感じでね、はい、もう大丈夫かな、もここにも何か、はい、でレバーをこちら側に開けるとこれがパカッとね折れるわけですね。あおバカッとこう開くわけですね、はい、こうパカッとこう自分の方にコンと向くような感じですね。でこれがエジェクターになってますから、これでピッピッとカートを押して出してやるということですね。あ見てください、前撃芯よく見えますね。前撃芯も中空になってるんですねこれね、しっかりね、これなんか本当に中空になってますわ、なってますね。あこれはガス抜けは良さそうだなね、こんな感じですね。ちょっとね発火する予定はないですけれどもね。でカートをこう入れると、で、まあ、戻すと、でレバーを戻すということですね。ピッとで起こしてバン、起こしてバン、2発振って終わりとね。精密射撃には絶対使えないと思いますけれどもね、サイトを覗くとこんなイメージになるわけですね。まあ、これは近くで撃ちますよね。なんならもうお腹にくっつけてみたいなね、そんな世界でしょうね。でこれで殴るわけにもいかないですしね、なんかちょっと使い勝手に本当に隠して1発撃つ2発撃つしかね、なんか調子乗ってビビってねパンパンなんてやっちゃったらね、もうそれで弾終わっちまいますからね、その辺ちょっと考えて撃たなきゃならないですね。まあ、おかげさまで我々ね平和な日本に生きている人間は今のところはこういうものにね頼らなくても安心して日々を送ることができるというのはありがたい限りです。でこれでグッとこうするとこう出てくるわけですね。グッと、おおいい感じいい感じ、はい、いかがでしょう内部構造ね、ちょっとこの辺りね、
デリンジャーって不思議なんて思ってね、 CMC 版とかね、もう毎日のように分解してましたね。あの構造が不思議でしょうがなくて、ね、よく考えたよなと思ってね、そんな感じですよね。でまあちょっとやばいね、酒場に向かう時にはね、このデリンジャーに玉をしっかり込めて、でこれはポケットに入れて、ピチッね、ポケットに入れて、でこれはね表向きの銃ですから、これはね多分ね、酒場に入るかね、例えば町によってはね、町の入り口のところで保安官に預けたりしなきゃならないんでね、これはまあ預けようということでね、一丁これはね、そうですね、これがメインのウェポンになるだろうから、これはの右の、ガンベルトの右に刺しましょうかね。で左は予備ですね。これはね本当にねやばい打ち合いになっちゃった時に、遠くからね物陰から相手を狙いましょう。そんな感じでいきましょうか。これはねあのシーテックさんかな、うん、とハートフォードさんとね、田中ハートフォード用のね、あと CMC 用のね空打ちダミーカートですね。どうでしょう、なかなか雰囲気のある、これにね一発ずつ詰めて、ね、でこれは左のガンベルトの左のホルスターに刺しましょうということで、こういう感じになるわけですね。はい、でこれは預けちゃうんですけれどもね、まあ、よく西部劇見てるとね、特に判決ももらえないような感じなんで、まあね保安官が覚えてられるぐらいの人数だったりですけど、大量に来た時とかちょっと困っちゃいますよね。俺の大事な銃がね人様のところに行っちゃうかもしれないんでね。でこれはひっそりとね、まあただのポケットじゃバレますからね、もう奥の奥ですね、ベストの下のワイシャツのポケットにしておきましょうかね、あるいは腰の背中のところとかね、あるいはもういっそのことね、もう太ももに縛り付けちゃうとかね、まあ、女性ならできますけど男性ちょっと厳しいですね。まああるいはね足の太い人ならね、靴下のところなんかもいいかもしれないですね。このサイズならどこにでも入りますね。はい、ね、あこう思っちゃいいや、この野郎この野郎この野郎みたいな感じでね、はい、まあそんな風だね、西部劇には欠かせないこの銃ですけれど、ただこれはあの、US プロパティって書いてありますから、軍用としてどういう風に使われていたのかっていうのはちょっと謎ですね。やっぱバックアップ用とかそういうところなんですかね。はい、まあもう一度外観をゆっくり見ていただいて、ああいけないいけない、今日はね、火薬も何も使えませんので、いただきます。お酒ね頑張って減らしてるんですけども、なかなか減りきらないですね減りきるなんてことはないのか、まあ、このぐらいねインサートもね、もうちょっと太くてもいいかな、厚くてもいいかなって感じはしますね。まあこれは完全にやっぱりできれば本当はね、腕さえあればブルーイングきれいにしてやったらこのグリップ入るだろうななんてね、引っ張り出すたんびにね想像したりしていますね。やはりあの、旧世代っていうかね、以前我々が手にしてた金属製のモデルガンもそうですけれども、その後の CMC ハートフォードの樹脂版に比べるともう一つ細工が細かい感じになってますよね。それは感じます。刻印もしっかりねくっきり入っているし、だからあの デリンジャーね、当時あの我々が子供の時は1500円ぐらいで買えたね、もっと安い時もありましたかね、デリンジャーがね、もう今はねこういう高級なモデルガンとしてね、帰ってきてるわけですね、はい、ただ教習を誘われるだけではなくてね、こういうふうにあの別バージョンみたいな形でね、しっかりとしたね、表記でこういうふうにモデルをねアピールされると非常に所有欲も満足されるということです。ということで今回はねミュールーのねデリンジャー US プロパティご紹介いたしました。ではまた。